11月21日、今日は何の日でしょうか？はい、そうですね。任天堂の日なんですよ。だから僕、任天堂のその11月21日で今まで何が出たかを、スーファミ27周年に加えて、ちょっと振り返って調べてみたんですよね、ウィキペディア。そしたらね、意外とスマブラとかゼルダとか覚えてるんですけど、あとポケモンぐらいしか発見できなくて、2004年から2010何年とか何も出てないんですよね。あと、2014年ぐらいにどうもりが出たのかな、わからん、忘れちゃった。ブログに書いたんでね、また見てほしいんですけど、2015年って何も出てないですよ。2016年何も出てないですよ。15年は出たかな。で、17年何が出るんかなと思って調べたらこれが出てましたね。これ全然任天堂関係ないんですけど、でもちょっと最近二人にハマってるじゃないですか、僕。あのスニッパーズとかロロロロとかオーバーククリだから、ちょっとこれもできるってことで買ってみたんですけれども、二人用のやり方がわかんないんですよ。だから一人でやります。そうですね。で、しかもね、そこちょっとごめんなさい、そうやって話そうと思ってたんですけど、11月22日と発表されたポケモリポケットキャンプ、動物の森ポケットキャンプがもう11月27日に出ちゃってまして、めっちゃ任天堂の日やんっていうことになったんで、任天堂の日が何でもね、なんやこのゲームしか出てない、でもこれやってみようって言おうとしたのに、いや今日任天堂の日でした。2017年はすいません。で、ポケモンはちょっとちなみに入れてみたんですけど、なんかスマホの撮影方法がいまいちよく分かってなくて、自分でやっただけです。だからこれをちょっとやってみたいんですけどね。で、さっきちょっとだけやったんですけど、二人用のやり方が分かんなかったんで、とりあえず一人でやることになりますね。これ、そう、チュートリアルがあるんですよね。これどっかまで進むと二人用でできるかもしれない。そしたらまた二人でやって撮りたいなと思いますけど、この懐かしいその映画ジャンプのゲームなんで、こうチュートリアルもいい感じであって、動きもいい感じで、音楽もいい感じで、なんかノリがいい感じで、そう、全てには意味があるってとかでチュートリアル書いてありましたけど、 A ボタンがジャンプで B ボタンがアクションっていうゲームって、アクションですねこれで、こうなんか久しぶりなんです。最近 B がジャンプなんですよ、なんか X とか。だからすっごい間違えてこの穴とかに落ちてましたね、さっき。B は全ての効果がある、嬉しいね。昔ながらの人には嬉しいスピードになっております。敵も持てるんですよね。あれ、おっと、 ZL で持って、お、倒された、かわいいね、かわいいかわいい。で、ドアは X で開けて、これを持って、小さなドアだと持ってないとかなって、こうなってって落ち、こういう感じのパズルとアクションが一緒になったみたいな、これ絶対二人でやったら面白いと思う。動画でさ、これ意外となんかも、そもそも、この始まり方めちゃくちゃスタイリッシュなんですけど、そもそもこのね、このタイトルが読めないんですよ、これ。アンリミテッドアーカイブじゃない、アドベンチャーみたいな感じで、サイトには書いてあったんですけど、読めねえですし、意外と説明不足な感じの中、動画も説明不足で、2プレイで結構協力できるみたいなこと書いてあったんですけど、2プレイの始め方が未だに分かってない状態ですね。使って、ですね、入ると。始まるって感じなんですよね。こっからがすごいパズルゲームでした。またこれ解きながら違う動画で上げたいなと思ってます。二人用になってからかな、これは。謎を解いていく感じですね。鍵見つけてドア開けて。はい。じゃあそんな感じで。いや、もうちょっとだけやってみようかな。これ何これ。あ、え、ゲームをクリアするには、セーブルームの下の装置に置こう。何セーブルームって。わかんねえ。そうですか。これ3回使えるやつですね。なんかいい動きやわ。なんかスーパーマリオブラザーズ2に憧れて作ったみたいなこと書いてあったけど、本当かな。違うのじゃない、下になんかある。おお、逃げてくれね、あえて。それもまた面白し。
まあこんな感じでやっていく。これすんげー飛ぶ、これだと。はい、あ、またこれ誰も買ってねえと思うけど、よければ買ってください。1000円台なんで。